セガワールドドライバーズチャンピオンシップは、セガより発売されていたアーケードゲーム、2018年3月14日、稼働開始。本作品はタイトルに、フィーチャリングスーパー GT と記されるように、国内外で高い人気を誇るモータースポーツスーパー GT 選手権を題材に、同レースの運営、主催を行っている GT アソシエーションの全面協力によって実現した。 公式ドライビングレースゲームである。プレイヤーは一人のレーシングドライバーとなって、セガモーターズボルツワークスという団体が主催する、セガワールドドライバーズチャンピオンシップに挑戦する。本作最大の特徴として、オンライン対応のアーケードレースゲームでは、初となる、多人数多店舗の10台クロスバトルが実装されており、最大で10店舗10人のプレイヤーが同時にレースをする。 レースの実況アナウンスは、実際のスーパー GT においても2014年度から3年連続で実況を務めたピエール北川が担当する。頭文字 D アーケードステージゼロの日本国内版、同様、2021年4月30日の26時をもってネットワークサービスを終了する予定。それに先駆けて、同年2月25日から一部店舗にて、店内対戦。 一人用専用版がオフラインで稼働を開始した。店内対戦、一人用専用版は、プレイの際はエメが不要であるが、データ保存機能やプレイ可能なモードは制限される。また、GT300 及び GT500 ともに、全車乗り放題に、全車フルチューン状態のほか、エメなしでもプロ認定レースの、全ステージやタイムアタックに挑戦できる。本。 シーズンごとに設定された3レースを戦い、それぞれのラウンドで獲得したポイントをシーズンポイントとして積み重ね、全国のプレイヤーと競い合うモード。初期状態から選択できる。このモードでは全国オンラインマッチングによって最大で10店舗10人のプレイヤーがマッチングする可能性がある。マッチング自体は GT300、GT500 の混合で行われる。 両クラスで10台ずつの計20台がエントリーされ、プレイヤー不足分は CPU が走行する。予選実績のないプレイヤーはランダムに、再開から順に並んでのスタートとなり、予選実施者はタイムにより、スターティンググリッドの位置が優遇される。また、プレイヤーのライセンスグレードが変化するのはこのモードだけであり、当初はシーズンの成績に応じて、 シーズン終了後にライセンスグレードのランクが変化していた。バージョン2.20よりこのモードのレース成績に応じてライセンスグレードゲージが増減するようになり、シーズン中でもランクが変化するようになった。なお、このモードとトライアウトのレースは2位以下の車両にスローカーブーストが発生する仕様となっており、1位のプレイヤーより離れれば離れるほどその効果は強くなり、 加速力と最高速度がアップする。なお、クラス優勝を果たすと、次のレースのみ、無料プレイのボーナスがつく。バージョン2.20より、一定のシーズンポイント達成で様々なアイテムがもらえるようになったほか、ライセンスグレードが X1 以上のドライバー限定の X バトルも実装された。また、SWDC2019 の本戦シーズン36より、 本戦のレースに一度でも参加することで参加賞として所属チームの継続確定となった。ネットワークサービス終了に伴い2021年4月30日の26時をもって本戦モードが終了する予定。公式ツイッターでの表彰は SWDC2019 の本戦シーズン60をもって終了した。プレイヤー者のみで単独走行してそれぞれの記録を残す。 ドライバーレベルが LV2 以上から選択できる。このモードでは期間限定のタイムアタックイベントが実施される場合もある。2から3週のうちラップタイムが最も良かったものが採用され、開催中のシーズンと次期シーズンに設定されたコースでの本戦でのスタートポジションが決定される。また次期シーズンの予選に参加すれば次期シーズンの 本戦で1コースにつき300シーズンポイントのボーナスが発生する。ただし、予選結果は同一クラスで一つしか保持されないため、クラス内でチームを移籍した場合にはリセットされる。CPU 車は予選を実施していない扱いなので、どんなに遅いタイムでも完走すれば、CPU 車より前の位置でスタートできることになる。SWDC2019 より、 タイムごとのランク基準が追加され、ブロンズシルバーゴールドといった順に早いタイムほどいい評価がつくようになった。さらに、バージョン2.20より、ゴールドの上位種として新たなランクとして、レインボーと黒メダルと紫メダルも追加され、現在は、ブロンズシルバーゴールドレインボー黒メダル、紫メダルといった順に早いタイム評価になっている。ただし、最上位評価であり、 最難関の紫メダルを獲得するためには相当な実力を要する。バージョン2.30より、これまでプロ認定レースでしかできなかった収録コースすべてのタイムアタックが解禁された。2021年1月26日をもってタイムアタックイベントはすべて終了した SWDC2019 から追加されたモード。店内の同クラス2台以上が同じコースにいれば、 店内対戦が行われる。予選実績のないプレイヤーはランダムに、再開から順に並んでのスタートとなり、予選実施者はタイムにより、スターティンググリッドの位置が優遇される。マッチング時間内にマッチングが成立しなかった場合は、選択したコースで練習モードに移行する。クラス優勝を果たすと、次のレースのみ、無料プレイのボーナスがつく。また、このモードでは、 チームゲージ増加の対象外である SWDC2019 のバージョン2.10から追加された一人用モード CPU と対戦し通常のレースは規定順位以内でクリア 1VS3 レースまたは 1VS2 レースでは優勝すれば次のステージが開放される 1VS3 レースではプレゼントボックスのマークがある限り クリアごとにドライバーアイコンとチャットスタンプが手に入る。また、そのレベルのすべてのステージをクリアすると、次のレベルが解禁され、最終的に、レジェンドモードまで解禁される。さらに、バージョン2.20より、レジェンドモードより、CPU が凶悪な、強さを誇る、ナイトメアモード、バージョン2.30より、レース中タイヤが消耗していく、アナザーモードが追加された。 特定の期間でのみ選択できるモード。カードを使用している場合のみ選択できる。特定のクラス及び特定のコース限定で行われ、ここで獲得できるポイントはイベント専用のポイントとなる。全車両フルチューン状態かつ未開放のチームも解放されており、開催期間中は全車両乗り放題である。乗り換えてもイベントポイントはリセットされない。 またこのモードでは、レース中タイヤ消耗していくルールや、コースアウトなしで、ボーナスポイントが発生する特殊ルールも存在する。なお、クラス優勝すれば、次のレースのみ、同じマシンと、コースで、無料リトライできるボーナスがつく。また、このモードでは、チームゲージ増加の対象外である。2021年2月7日をもって、イベントレースは全て終了した。 プレイヤーが所属するチームを管理するモード。ドライバーレベルが LV3 以上から選択できる。レベルアップごとにランダムで選択可能チームが増えていくシステム。なお移籍しても元のチームのマシンのチューニング状況は残る。GT500 の場合は移籍時にトライアウトを受けて合格する必要があるが、トライアウト不合格の場合は、 遺跡元のチームの継続シーズン2とシーズンポイントと予選タイムなどがリセットされることはない。ドライバーレベル LV25 以上から選択できる解禁された GT500 チームのシート獲得に挑戦するミッションである。本、シーズンごとに設定された3レースを戦い、その中で一つでも順位に関するミッションをクリアすれば合格となり、加入、遺跡となる。また、 このモードでは、チームゲージ増加及びレース優勝における、次戦無料プレイのボーナス対象外である。ステアリングの反力や、挙動のアシストを決定することができるモード。本シーズンと来シーズンで設定されたレースを、CPU 車と走行するモード。SWDC2019 から SWDC2019 のバージョン2.22。 ま、であった月間ドグインボーナス2日目の GT500、無料試乗券を使用すれば、ランダムに選ばれたフルチューン状態の GT500 マシンが練習モードで運転できたが、現在は月間ドグインボーナスのリニューアルにより、GT500 無料試乗券は存在しない。このモードではシーズンポイントやチームゲージを獲得できない。本戦や予選で好成績を収めると、 ドライバーレベルとチームゲージが上昇し、様々な恩恵を受けることができる。ドライバーレベル、プレイヤー自身のレベルを表したもの。レベルが上がると、ゲームモードの開放や、新チームからのオファーが来る。チームゲージ、車両の育成ポイントであり、所属チームのレベルを表したもの。レベルが上がると、サポーターの数が増えたり、エンジニアが加入してくる。 エンジニアが加入すると、専門とする箇所ごとに、車両のパラメーターが強化される。ドライバーレベルは、2021年2月25日に、稼働を開始した、頭文字リーザーアーケードを継続プレイした場合、レベルに応じて、特典フルチューン車種購入チケット1、または、アバターが付与される。頭文字リーザーアーケードにおける特典は、特定日までに集計したデータを元にして付与される。 所属チーム内で他のプレイヤーとの順位を競う要素であり、各チームで設定されたボーダーポイントを稼いでチーム契約の延長を目指す。シーズンポイントがこれを上回れば、そのチームとの契約を継続、延長できる。逆に下回ってしまうと契約解除と称して、シーズン継続数がリセットされる。シーズンポイントは GT300 と GT500 で独立しており、 それぞれのクラスで競われる。レースで1位を取ることで1番稼げるが、それだけではなく、連勝や、ポール・トゥーインなども加算される。現在、仕様として確認されているのは、以下のポイントである。また、バージョン2.20より、一定のシーズンポイントを達成すれば、様々なアイテムがもらえるようになった。順位、単純に、いい順位を取れば取るほどポイントが上がる。ウィニングストリーク。 いわゆる、連勝で、勝てば勝つほどポイントが上乗せされる。ただし、同クラスにたプレイヤー者がいない場合はカウントされない。また、チームを移籍したり、2位以下で、フィニッシュ、シーズン終了時にリセットされる。つまり、連勝数は次のシーズンに持ち越すことはできない。タイムボーナス、1位と離されずにゴールできた時にもらえる、ポイント。1位の時はカウントされない。 ポール2ウイン、クラス戦闘でスタートして、1位でゴールした時にもらえる、ポイント。オーバーテイクボーナス、クラス2位以下でスタートし、ゴール時にスタートより順位が上がっている時にもらえる、ポイント。1位の時はカウントされない。アーケードのレースゲームとしては珍しく、グリップ双方を主体にしたスタイルである。コーナリングでは適切なライン取りと、鋭角なヘアピンなどでは的確なブレーキングで車速を、 落とすことも求められている。コーナーの想定スピードを超えた速度で突入、ないしは角のシフトダウンでタイヤロックをさせてしまうと、アンダーステアを起こして遅くなり、コースアウトすることもある。しかし堅実なグリップ走法を求められるほどのシビアさはなく、ベテランレーサーモードにおいてハンドルの切りすぎなどでスピン状態になるが、実際の大半のスパーグッドマシンのようにブレーキを 奥まで踏んでもタイヤロックはせず、アクセルの開けすぎによるスピン判定も甘めである。また、一部のエスケープゾーンに突っ込むと速度が著しく、落ちるが、SWDC スピードウェイなどに設けられているような芝生に乗り上げても速度が全くと言っていいほど落ちない。また、いわゆるインガリはかなり許容されており、インをついてオーバーテイクを測りやすくはなっている。 セガワールドドライバーズチャンピオンシップのアーケードゲーム筐体ベースになっているのは頭文字 D アーケードステージゼロと同じものだが各部のデザインが異なっている一番の大きな違いはステアリングの形状とその奥にあるインジケーター類であるステアリングは一般的な丸型ではなく D シェープ系統のものになるこれにパドルシフトと4つのボタン類が配置されるパドルシフトは 右側がシフトアップ、左側がシフトダウンとなる。ボタンは色で役割が異なっており、青が後方確認、緑が視点変更、木がチーム無線、赤がシフトチェンジをマニュアルからオートマに復帰させるものとなっている。なお、第1回のテスト走行会では、頭文字 D0 と同じ6速のシフトノブが搭載されていたが、 プライベートショー以降の筐体には搭載されず、シフトノブがあった場所はカバーで覆われていた。インジケーターは画面前の下側に置かれ、デジタル表示のシフトアップインジケーターとスピードメーター、ギアポジション表示、コーナー脱出スピード表示という配置になる。パドルシフトの操作でオートマからマニュアルに切り替える際は、ギアポジション表示が P になって、プレイヤーに知らせる。 なおこのレースメーターは2021年2月25日に稼働開始された頭文字ディーザーアーケードにて本作のレースメーターをアレンジしたものとして新たに登場した。ギア操作に関して自動的にオートモモードになる機能が搭載されている。マニュアル操作でレブリミッターに一定時間以上当て続ける、または適切なギアを選んでいない場合に機能する。アシスト機能は3段階から選べる。 デフォルトのノーマルレーサーは、ステアリングの重さと反力が平均的なものになり、マシンの挙動をスムーズに修正するアシストが入る。キッズレーサーは、ノーマルレーサーの設定に加え、ペダル操作が自動化される幼児向けのモードとなる。ベテランレーサーは、挙動アシストがカットされ、ステアリングの重さと反力が最大になる。基盤は、ソールリバースに引き続き、 ニューシリーズの後継システム基盤である、アルズが使われている上、グラフィックエンジンは、セガのアーケードゲームでは、初採用となる、アンリアルエンジン4を搭載されているため、グラフィック面で非常に高いクオリティを誇る。タッチ式のエメカードリーダーも新しくなり、後付け装置を必要とせずに、電子マネーや交通系、IC カードで、プレイ料金の決済ができる。実在するチームや車両が登場する。 シーズン成績を反映して A、D ランクに分けられており車両性能が変わってくる。なお公式ツイッターにはリリースバージョンで登場するチームやコースのという記述があり今後のアップデートなどで追加コンテンツが配信される可能性もある。ゲームスタート時は GT300 クラスのア r ト8 6 m c 1 0 1と職毛 GT-R バージョン1.03より追加された。 シンティアムアップルロータスの3台しか選ぶことができない。GT500 クラス1、レクサスチームサードデンソーコベルコサード LC500、B ランク6、レクサスチームレモンズ和光 S、和光 S4CRLC500、A ランク19、ヘレクサスチームウェスポートバンドウ、ウェスポートアドボン LC500、C ランク36、 レクサスチーム AU トム S、AU トム SLC500、B ランク37、レクサスチームキーパートム、S、キーパートム SLC500、A ランク38、レクサスチームゼントセルモ、ゼントセルモ LC500、B ランク12チームインパル、カルサーニックインパル GTR、B ランク23ニスモ、モチュールオーテック GTR、A ランク24コンドーレーシング、 フォーラムエンジニアリングアドボン GTR C ランク46モラ S ロードクラフトスポーツ GTR A ランク8オートバックスレーシングチームアグリアルタ NSXGT B ランク16チーム無限モチュール無限 NSXGT C ランク17ヒンリアルレーシングヒン、NSXGT A ランク64エプソン中島レーシング エプソンモデューロ NSXGT B ランク100チーム国密レーブリグ NSXGT A ランク GT300 クラス51 LM コルサ JMSPMULM コルサ RCFGT3 A ランク6 0 LM コルサシンティアム LM コルサ RCFGT3 B ランク5チームマッハマッハ車検 MC86 ジートネット C ランク18、チームアップガージウィズバンド、アップガージバンドハ86、C ランク25、ビバッチチーム土屋、ビバッチ 86MC、A ランク30エイプリル、トヨタプレアス、エイプリル GT、C ランク31エイプリル、トヨタプレアス、エイプリル GT、B ランク35、パンサーチームタイランド、アート 86MC101、 D ランク52埼玉とヨペットグリーンブレーブ、埼玉とヨペットグリーンブレーブマーク XMC、C ランク 61R&D スポーツ、スバル BRZR&D スポーツ、B ランク 3NDDP レーシング、BMAX NDDPGTR、B ランク10、ゲーナー、ゲーナータナックストリプル AGTR、C ランク48、ジジョンレーシング、 直毛 GT-R, D ランク 360, トメイスポーツ、ランアップ GT-R, C ランク 4, グッドスマイルレーシング&、テアムキョ、グッドスマイル、初ネミク AMG, A ランク 11, テーナー、ゲーナータナックス AMGGT3, A ランク 22RQS モータースポーツ、RQSSLSAMGGT3, C ランク 65K2R&、 ディレオンレーシング、レオンケストース AMG、A ランク 111RN スポーツ、MRT 初号機 RNSAMG GT、C ランク7、BMW チームストディ、ストディ BMWM6、B ランク55、オートバックスレーシングチームアグリ、アルタ BMWM6GT3、A ランク2カーズとカイドリーム28、シンティアムアップルローダス、D ランク9。 パシフィック・ウィズ・ガルフ・レーシング、ガルフ・ナック・ポルシェ911、B ランク 33D、ステーション・レーシング、D ・ステーション・ポルシェ、B ランク21、アウディチーム・ひとつ山、ま、ひとつ山アウディ R8LMS、C ランク26チーム・タイサン・サード、タイサン・サード・ R8 福島、C ランク117、アイカース・ベントリーと、アイカース・ベントリー GT3、 C ランク伊勢丹新宿店本館7階スーパー GT 店ブース併設ありがとうございます